ルカジョルダーノの会が、ピークスとキルケ。ピークスは、ローマ神話の神である。サーアトルヌス神の息子で、ファウヌス人の父。また、ラティウム地方のラウレントムの王とも言われる。オイディウスの祭り歴では、ファウヌスと共にユーピテルの起これる雷撃を清めることが、できる意識の伝授者とされ、両神の働きでヌマポンピリウスは、アウェンティヌスの丘に、 ユーピテルを将来することができたという。ただし沼はそのために罠を仕掛けて、両神を捕らえなければならなかった。また、変身物語によると、彼の妻はニュンペイであり、優れた歌い手であったカネエンスであった。しかし魔女キルケイはピークスが狩りをしている姿を見て、恋に落ちた。そして魔術を駆使し、ピークスと二人きりになった上で熱烈に言い寄った。しかしピークスは、 カネエンスを深く愛していたために、彼女の求愛を拒んだ。怒ったキルケは、魔術でピークスをキツツキに変えてしまった。カネエンスはピークスを探し続け、最後に空気に溶けて消えたが、キツツキに変身したピークスは、キルケの館に置かれた自分の彫像の上に今も、止まっているという。一方、ベルギリウスはピークスの妻は、キルケであり、キルケの欲望のために、 魔法の薬で鳥に変えられたとしている。なお、キツツキはしばしば戦争の神マールスの聖鳥として語られており、オイディウスがピークスについて言及している、祭り歴3巻も、マールスの月についての巻きである。ありがとうございます。